70になってもねそういう気持ちは全然なかったですね自分はまだ若いっていうことで、えー、思ってましたでそんな関係で、えー、4年前の決算前に、えー、月にちょっと親父自宅に寄る夜からちょっと大事な話があるんだっていうことで何だろうなと思ったら開口一番俺が社長やるよっていう話を聞きましてうわ助かったそこで初めて ええ、継承ができたんだな、そんな気がします事業承継っていうことはね、本当に頭になかったですねそれで、転、え、機、ーと,まあ、となったのが、まあ、隣で、今はとなっては革新犯かなと思ってますが、当時、体を壊しまして、あの父がですね、会長が。 えー、まあ、胃の病気で赤坂の病院に入院したと。えー、もうちょっと小さい会社だったり、もうちょっと大きい会社だったら多分私は逃げてました。ただ、やはりあの、中小企業として、まあ、それなりにというか、えー、まあ、100名規模の従業員がいて、何かここは私がやんなきゃいけないんじゃないかということがあって、で、その日の夜に赤坂で、えー、多分生まれて、あれが最初最後かわかりませんが、母親と食事しようということで、料亭で食事をしたんですね。 で活躍お前どうしたいのって話があった時には、あのもうたまたま、えー、お酒飲んでたからか分かりませんが、えーまあ、やるよと言っちゃったと思うんですけど、<laughs> で父が、えー、社長をやってるということで、その姿は本当に見ていましたが、まあ、物心つくにつれ、えー、絶対に自分はそんな経営なんかしたくないと。あのー、うちの息子はもう小さいうちから、あのーまあ、弁護士になりたい、弁護士になりたいっていうふうに言ってましたんで、まあ、そういう道を歩んでいくんだろうな。 学校もそういう道に行きましたので、まあ、あの我が社に入ることはないんだろうというふうにずっと思ってた次第ですので、まあ、できればやってもらいたいなっていう気持ちはあの当たり前ですけどもありますから転機になったのはあの今結婚しているんですけれどもその妻と出会ったことが一番大きなきっかけになったと思っています結婚をそれぞれ意識するわけですがそこで初めて。 この宇賀人家っていうものを自分は継いでいく立場なんだっていうことを認識したんですねでそうするとじゃあ宇賀神家というこの家と宇賀神電池という会社というものが私の中では常に一体の存在であって片方だけを継ぐっていうのはどうも違和感があったそこで初めて私はこの会社宇賀神電池という会社の象形っていうものを 初めて考えたんですねここで宇賀神電機という会社あのその経営者を、えー、父や祖父がしているということは知ってはいたんですけど全くその会社を都合とかそういうことは考えたことはなかったですね昭和60年から平成5年ぐらいまでの10年間ほどの時はいつ会社を やめようかないつ会社を廃業しようかないつこう身軽になれんのかなというのを常々こう考えておりましてそれでまあ子供え長男あ長女次女長男という3人子供ができたんですけどもとてもええないけどこれは梅の,あの酒造業を継がすっていうのは。 かわいいいそううやでっていうのがままず実情でございます私が小学生の時に小学1年生の時に弟が生まれましたのでその時からあ次は梅田戸酒造はこの子が継ぐんだっていうのをずっと感じてました一度にこう売り上げが、えー、3倍余りになりました時にちょっとその会社の体制をこう考えてみますと営業部員が。 足らないんでそれでまあうちの長女昔から商売好きだったもんでそれで帰ってこないかということで、えー、仕事をこう手伝ってもらったいうのが実情でその時に彼女がを社長にするという気はなかったです。中学3年生の時からですね いつかは梅の宿で働きたいって思ってて思ました。ただもちろんあの社長ではなく梅の宿に関わって、えー、仕事がしたいっていうのをすごくかん思ってましてただすぐに実家に家業に入るのがすごく嫌でこうまあ,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 あ社長の娘が入ってきたわってなるのがすごく嫌でね一旦梅ん梅の宿に関わって仕事をしだすとですね やもともと好きな会社ですのでよりこう愛情がよりより深くなってしまうんですね次でも私が継ぎたいって言ったら多分父も継がしてくれるんじゃないかなそしてさらに周りもついてきてくれるんじゃないのかなっていう感覚までこう来たんですがこうそれを言い出すことができなかったんですそういう時にこう参加したあるセミナーで あのその時の講師の先生にキリーダーっていうのは決めないということが一番の罪悪だって言われたんですねあ私は社長になるとも決めなかったけどならないとも決めてなかったなって私が決めないということで周りが困るんじゃない困ってるなってええー、まあ娘が社長したいということでまあ4年あまり45年 姉ド酒造にこう勤めててその行動をこう見てますとまあかなり、えー、リーダーシップもあるし、まあ、それと変化に対応する柔軟さっていうのも見受けられたので、まあ、あの社長をついてくれたらということを思いました社長になるものの条件が4つあると。1つは やっぱし洞察力に優れてること二つ目は実行力があることそれから三番目は決断力があることで最後四番目はですね人望があることこの四つの条件が揃わないとなかなかやはり車掌というものはうまく務まらん。 長女がですね、まあ親の背中を見ていろいろな苦労いろいろなことを見聞きしておりましたんで、えー、自分から今度は私が社長になるから、えー、私に一回任してくれんかと。 いうなうな形になりましてだから全くそういう当初は社長になるとかそういうことを想定せずに、まあ、会社のまあ手伝いを、まあ、家業の手伝いができればいいのかなというようなスタンスでしたけど、まあ、私も8年間ぐらい会社に入って見てる中で、まあ、この体制では今の竹中製作所というのは、まあ、未来 ずっと輝いていける会社っていうのである状態は難しいなというふうに感じてきましてそれでまあやはり他にまに私以外にする人もいないというところでまあ決心した次第ですやはりあの会社に入ってですね非常に私はあのこの会社を誰よりもやっぱり愛してるなという気持ちを強く感じましただからやはりもう私しか後継ぐもんはいないなというふうに確信したんです あの、社長っていうのは、いくらその人が頑張ったところでですね、一人で何か全部することはもう完全に不可能なので、やはりその、社員から、まあ、あの、信頼していただいて、で、お客様からももちろん信頼していただいて、取引先からも信頼、まあ、散歩をよしってよく言いますけど、まあ、そういうふうな、あの、関係づくりをやっぱり、 一番にしていかないといけないということと、まあ社長に課されたその決裁権、決断力、まあそれはどうしてもその社長がもう最終決断をしないといけない立場なので、まあその辺についての覚悟を決めたというのがまあ社長になるにあたっての一番の私の覚悟でした。うんえー、自分自身がこの仕事をやっていくんだろうなというのを漠然と考えていました。えー、自分が社長になってからも。 当然、息子が自然と会社を継いでくれるんではないだろうかというふうに考えておりました社長の息子として生まれたというのは分かっていましたから、なんとなく自分が会社を継ぐのかなというふうに思っていました当然、息子が魅力ある会社にしとけば継いでくれるんじゃないかなということで。えー、私が社長時代は とにかく社員も喜ぶ後を継ぎたいという魅力ある会社にしたいなということで事業をやっておりましたまあすごくあの会社とかまあ,まあ父とか会長がですねあの誇らしかったっていうのが一つですねあの私が最初に中秋業大学校に初めて入ってみたのは会社の社ャ経営理念と会社の業績を自分であの調べてみたんですけど、まあ、まず社ャが すごくあの心に染みて、まあ、その業績を見る中でこの会社、まあ、他の会社もあるんですけれども、まあ、会社って自分が今までこう生きてこれたんだなということは初めて実感をして、うん、まあその時にすごくあの恩を感じて、まあ、じゃあ自分がこの受けた恩を返していかないといけないんだなという,こう使命感というものがすごく芽生えたというのがあります。 多分継ぐんだろうなとこうは思ってたんですけど実は、えー、かわいそうだなと思った時もあるんですよ大学卒業するちょうどその時にですね、まあ、ゆうやに、まあ、息子に聞きまして、えーまあ、自分の行きたい道行くんだったら社員の中から選ぶえと私自身はですね、えー、ずっと父親の方から自分の好きなように行きなさいとあの言われておりましたので。 で大学生の時に、えーまあ、最終的に進路を選択していくわけなんですけれども、まあ、この広い世の中でですねこう会社を受け継ぐという家に生まれたというのはどれぐらいの確率であるんだろうかというふうに自分で考えたことがあります。まあ普通に生きていれば経営者の息子として生まれることはないだろうしその確率が自分に回ってきたこれは非常にラッキーなことだなと いいのか悪いのかはやってみないとわからないですし大変だぞと言われても、まあ、体験をしたことがないですので、まあ、とりあえずやってみよう、まあ、それぐらいの気持ちであの、まあ、お願いしますというふうに進んだというふうに覚えております。